かっこいいヒラ。ブロインのジャッキングエディションでしたね。すげえな、愛媛。さあ、今日はブリ戦の途中なんですけど、なぎで店長がさらしを打てって言うんで、ちょうどシーバスタックルがあるんですよなんて言ってたら、はい、入った。あそこ打ちたいな、あそこ右がいいね。右がわずかながらさらし残ってて、よし、食った。ヒラだ。いた、ヒラスズキだ。中くらいだけど。おお、ヒラだ。すごい、さすがだ。すげえ綺麗。いや、ありがとうございます。いつも飲み屋さんでだらしない姿しかお見せできてないんで。さすがプロ。すごい。ヒラかっこいい。おお、取れた。ですね、ヒラ。ブロインのジャッキングエディションでしたね。えい、えい、ヒラいるんだね。すごいな。お見事、素晴らしい。釣れたね。釣れるんですね。あそこは絶対いるよね、あの滝みたいに落ちてるとこ。うん、さらし来い、さらし、さらし、あ、さらしっていうのは、そっか、可能知らないのか。あの波が立ってザーって出る白い部分、あれをさらしっていうので、あのさらしの泡が立った下に隠れてて、さらしの網にもみくちゃなってるベイトをこうやって演出してふわふわさせんの。そうするとトークン。あ、楽しいね。夜。こちらが本職です。えい、はい。めっちゃ楽しい。すげえな、愛媛。はい、読んで。あ、ごめんごめんごめん。14年ぶりぐらいです。面白い。ベタなりだけどね。でもね、やっぱジャーキングエディションがさーってレンジ入ってくれるのと、泳がないんだけど新編みたいにこう S 字書いてるんで、それだね。まだ出るよ。あのやっぱ滝の落ち込みだね。テラスの上に乗って泡がダーッと落ちたとこに、要は小魚が落ちてくるの待って上向いてるやつがいて、そこに落として、その落ちてきて出てきたベイトをちょっと演出してあげれば。たらしがね、薄い時は投げちゃダメなの、見切られちゃうんだよね。もう一つ大きいの、もう一つ大きいの。あ、来た来た来た。あれで泡がダーッと出るでしょ。そこにヒュッと投げて、ワッフワッと。ジャーキングエディションだから、ダートさしてもいいんだよね。ダートさしてもいいね。ブロインのジャーキングでしょ。まあこれは沖からですけど、こんだけのちっちゃいサラシでもね。これ強一だ、強一、強一サイズ。おお、いいサイズ、いいサイズ。これは60ありそうな。でかい、いいサイズ、いいサイズ。次これで来ませんか。これで来たいです。
映画の話これは楽しいわ。俺はいいわ。しかもシングルフックだからね。これ今ちょうどプロペラ回ってるの。プロだ。やっぱりプロだ。あ、網が。うわ。これはいいや。かっこいい、ヒラ。よかった。なんか飲み会のたびにみんなの目が尊敬から軽蔑に変わってきたんだけど、また尊敬に戻せた。あまりにもこの人本当っていう感じの目線をなんとか回避できました。